ダウンヒルダウンヒルはマウンテンバイク競技の一種。山に作られた急斜面のコースを高速で下る。最も危険で激しいジャンルであり、エクストリームスポーツに分類される。ダウンヒルコースが設置されている場所は、ゴンドラ、または運搬専用車で自転車とライダーを山の上まで運び、ライダーはそこから一気にコースを下る。基本的にダウンヒルに上りという概念はない。 上級者は時速 60km を超えるスピードで走行することもある。コースは自転車で走るからといって、土がしっかり踏み固められたところばかりではなく、大きな石がゴロゴロしている箇所、砂利が敷き詰められている箇所、滑りやすい粘土質の箇所等、多数の障害がコース内に存在する。コース全体の下り道からなる高速度と路面からの振動、 コーナーのライン取りなど、一度ダウンヒルを体験すると、病みつきになる人も多い。ただ、走る場所が全般的に危険なので走行の際には、フルフェイスヘルメットや全身を防護するプロテクターは必須である。日本では、富士見パノラマリゾートや白山ン女高原スキー場で大会がある。またゴンドラはないが、ピックアップトラックで頂上までの搬送を行っている。 小峰山 MTV ワールドやスキージャム勝山もある。ありがとうございます。